皆様こんにちは、杉山明日香です。今日は第1章ワイン概論をお勉強していきましょう。テキストの8ページを開いてください。まずワインについてということですが、ワインが他のお酒と何が違うのか。ワインは、大きく、端的に言うとですが、唯一加水しないお酒だよと。例えば同じ醸造酒で考えても、日本酒やビールはお水がきれいなところじゃないとできないと聞いたことあると思うんですが、お水を加えて作ります。それに比べるとワインはブドウそのものでできているよというのが最大の特徴です。ブドウの果汁がそのままワインの液体となり、ブドウの糖分がアルコール発酵してワインのアルコールとなるということで、ブドウそのものだけでできるというのがワインの最大の特徴です。なのでよくワインはどこでブドウが育ったかというのが味にダイレクトに出ると言われていますが、ブドウの品種もそうですし、どのような気候でブドウが育ったか、そのような特徴がワインによく現れていきます。では種類分類について見ていきましょう。まず種類は、日本の酒税法第2条ではアルコール分1度以上の飲料というふうに定義されています。種類は製造方法により以下のこの3つですね、3つに分類されます。醸造酒と蒸留酒と混成酒、この3つに分類されます。まず醸造酒ですが、酵母菌の働きによってアルコール発酵され、糖分がアルコールと二酸化炭素に変化し生成されるお酒のことです。代表例としては、果実原料だとワインと同じようにリンゴを原料としたシードルですね。穀物原料だとビールや清酒、日本酒のことですね。あと中国のラオチュなんかが挙げられます。次に蒸留酒ですが、水とアルコールの沸点の違いを利用し、醸造酒から水とアルコールを分離させることによって作られるお酒です。果実原料だとブランデー、果実以外だとウイスキーや焼酎、ウォッカ、ジン、ラムなどが挙げられます。最後に混成酒ですが、醸造酒、蒸留酒をベースに薬草、スパイス、果実、糖分などで香味付けをしたお酒のことです。醸造酒原料だとベルモットなど、蒸留酒原料だとリキュール類などが挙げられます。では次にワインの特性について見ていきましょう。先ほどお話ししたように、ワインとはブドウ果実を原料とし醸造した種類のことを言います。ワインがブドウに含まれるブドウ糖や果糖といった糖分を直接アルコール発酵させるのに対して、穀物を原料とする清酒ビール糖は穀物にまず水を加えて、穀物のでんぷんを麹や麦芽で糖化させてからアルコール発酵させるという、もう一手間加わったアルコール発酵となっています。1キロのブドウから搾汁される果汁、ワインの量はおよそ600から800ミリリットルとなっています。このアルコール発酵の化学式は覚える必要はないのですが、一応見ていただきたいのですが、ブドウが持っている糖分ですね、ブドウ糖や果糖、これがアルコール発酵してエチルアルコールと二酸化炭素に分解されるよというのを皆さん知っておいてください。このアルコール発酵の化学式を示した科学者はジョセフ・ルイ・ゲールサックというフランス人の科学者です。また酵母による発酵のメカニズムを解明したフランスの科学者は
皆さん多分よく知っていると思うんですが、パスツール研究所でもおなじみのルイ・パスツールです。では次に9ページのワインの成分について見ていきましょう。ワインはミネラル分、主にカリウム、カルシウムを多く含みます。ワインは有機酸含有量が他の種類よりも多いため、一般的なワインの pH、 水素イオン指数のことですね、この pH は 2.9 から3.8と低く、要は酸性が強いということです。そのため雑菌が生えにくくなっています。アルコール発酵に変換される高い糖度と有機酸由来の低い pH は安定した発酵のための重要な要素となっています。次にこの表の中ですが、ワインの中の主な有機酸について見ていきましょう。これは試験にもよく出てくるので、皆さんどういう有機酸がワインの中に含まれるかというのを分類立てて頭に入れてください。まずはブドウそのもの、ブドウに由来する酸ですね。この中で酒石酸、リンゴ酸、クエン酸が挙げられます。まず酒石酸ですが、ワインの中でリンゴ酸とともに含有量が多い酸で、カリウムなどと結合し酒石として析出します。酒石はワインを飲んだ時に、例えば白ワインの場合だと、キラキラと光る透明の、檻ではないんですけど何か残っているっていうものをボトルで見たことがあるかと思いますが、これが酒石です。これは酒石酸がカリウムなどと結合してできたものなんですね。赤ワインの場合だと赤紫色に着色していることが多くなっています。ちなみにこの酒石は無害です。次に発酵によって生成した酸の中に琥珀酸、乳酸、酢酸が挙げられます。ここで上のブドウに由来する酸のリンゴ酸から発酵によって生成した酸の乳酸にちょっと線を引っ張っておいていただいていいですか。後ほどワインの醸造法のところでこのリンゴ酸が乳酸に変化する発酵というのをちょっと一緒に見ていきたいと思います。では最後に貴腐ワインによ含まれる酸ですね。これはグルコン酸、ガラクチュロン酸などが挙げられます。ガラクチュロン酸ですが、熟成中に酸化されて粘液酸となり、さらにカルシウム塩となって白色結晶の粘液酸カルシウムとして析出します。これも酒石同様に無害です。では次にワインの効能ですが、ワインの中には水分の他にアルコール類や各種有機酸、糖質、フェノール化合物、アミノ酸類、タンパク質、芳香を有する化合物、ミネラル分など身体の健康維持に必要な成分が含まれています。適度なアルコールというのは唾液と胃液の分泌を促し、食欲増進と消化促進に効果があり、血液循環を良くして体を温めてくれます。また、赤ワインは体にいいよとか、適度なアルコールは体にいいよということは皆さんよく聞かれると思いますし、ご自分でもお話ししてらっしゃるかもしれませんが、肉食が多いフランスでも心疾患による死亡率が低いというのは赤ワインを多く飲むからではないかと言われるフレンチパラドックスというのが話題にもなりました。では次にワインのアルコール代謝について見ていきましょう。皆様、二日酔いはありますか？実は私の自慢の一つなんですが、40数年生きてきて二日酔いがないというのが、私の自慢です。二日酔いがない分、朝までガンガン飲んでもそのまま仕事ができるというのが今のところの特技ですが、今後どうなるかわからないんですが、日本人はどちらかというと二日酔いになる人が多いそうです。なぜかというと、
まずアルコールがどういうふうに代謝されていくかというと、体内でエチルアルコールがアセトアルデヒドに変化されていきます。まず第一段階ですね、酵素の働きによってエチルアルコールがアセトアルデヒドに変換されて、そのアセトアルデヒドが酢酸となって、第二酵素によって酢酸となって体外に排出されるのですが、第一酵素でアセトアルデヒドに分解されて、第二酵素が少なくてアセトアルデヒドのまんま体内にとどまると、それが二日酔いや吐き気の原因、頭痛や吐き気の原因で二日酔いとなるというふうに言われています。では次に10ページ見ていきましょう。ワインの分類です。ワインは4つに大きく分けることができます。まずスティルワイン、炭酸ガスによる発泡を呈さないワインですね。アルコール分が9から15度程度のものです。次にスパークリングワイン、これは発泡を呈するワインですが、スパークリングワインの中で発泡性ワインと弱発泡性ワインに分けられます。発泡性ワインは一般的にはガス圧が3気圧以上のもので、フランスではバンムス、バンがワインでムスが泡です。泡のワインという意味ですね。そのままイタリアではスプマンテ、ドイツではシャームワインと言われます。それに比べ弱発泡性ワインですが、ガス圧が3気圧以下のものを一般的に言います。フランスではペティアン、イタリアではフリッツァンテ、ドイツではペールワインと言います。次にフォーティファイドワイン、これ漢字で酒精強化ワイン、漢字で見るとすごく強そうなイメージとなりますが、このフォーティファイドワインはどういうものかというと、醸造工程中に蒸留酒を添加し、ワイン全体のアルコール分を15から22度程度まで上げたもの。これにより味にコクを持たせ保存性を高めていったワインのことをフォーティファイドワインと言います。具体的に言うと、例えばアルコール発酵の途中にアルコール度数の高い蒸留酒を足すとアルコールは止まるんですね。で、高いので蒸留酒のアルコール度数が高いので、ワイン全体のアルコール度数は高まると同時に、アルコール発酵中に止めるので、アルコール発酵するために残っているブドウの糖分がそのままワインの中に残ってワインの甘みともなります。ということでフォーティファイドワインの中には甘口のものもありまして、例えばスペインのシェリー、これフォーティファイドワイン、酒精強化ワインの代表ですが、スペインのシェリーには辛口から甘口まで存在しますし、あとポルトガルのポートワインですね。もう一つマデイラ、これがよく世界三大酒精強化ワインというふうに言われる3つです。その他イタリアのマルサラやフランスのVDN、 バンドゥーナチュレルの略ですが、あともう一つ VDL、 バンドリキュールというものもあります。この VDN と VDL に関してはフランスの最後の章でお勉強していきたいと思います。最後にフレーバードワインですね。これはワインに薬草、果実、スパイスなどで香味付けを施した混成酒のことです。例えばフランス、イタリアで作られているベルモットやフランスのリレ、あとギリシャのレツィーナですね。これぜひチェックしていただきたいのですが、赤字にもしてます。このレツィーナは白ワインに松ヤニを溶け込ませて作った、色は真っ黄色なワインに仕上がっています。どうして白ワインに松ヤニを溶け込ませているかというと、もともとギリシャでアンフォラというのが素焼きの壺なんですが、それでワインを作って熟成させていたのですが、その素焼きの壺を密閉するときに
密閉するこう周りの口のところに松ヤニを塗って密閉させていたんですね。そうすると自然と松ヤニがワインの中に溶け込んでいって、それがもともとワインの味だというふうに思われていたので、今でも伝統的にあえて白ワインの中にこの松ヤニを溶け込ませたレツィーナという混成酒を作っているとなっています。あとスペインのサングリアですね、まあ、サングリアをご家庭でも、今ご自分で作ることもできますし、白ワイン赤ワインベースのサングリアにフルーツやスパイスなどが入った飲み物です。では次にワインに関する統計データを見ていきましょう。この統計のデータを管轄しているのがここに書いてある OIV ですね、国際ブドウ酒機構が、世界のワインに関する統計を集めているのですが、最新のデータが2016年2017年となっています。この中で、チェックしていただきたいのが、まず世界全体のブドウ栽培面積、これが約743万ヘクタール、まあ、大きすぎてちょっとイメージつきにくいと思いますけど、750万ヘクタール弱だなというふうにチェックしてください。次に世界のワインの生産量、約 2.69 ヘクトリットルということで、約 2.7 億ヘクトリットルですね、これをチェックしてください。次の表は国別ワイン生産量順位ですが、皆さんできればこれ1位から10位まで覚えていただきたいです。まあ、少なくとも1位から5位までは必ず頭に入れてください。まず1位がイタリア、2位がフランス、3位がスペインとなっています。で、この1位のイタリアと2位のフランスですが、よく1位、2位が入れ替わるのですが、この2トップで世界のワイン生産量の3分の1を作っています。まあ、およそ3分の1です。もちろん年によって前後はありますが、ざっくり言って3分の1だよということを思っておいてください。次に3位のスペインですが、だいたいいつも3位なんですが、ブドウ栽培面積でいうと国別の世界第1位となっています。次に4位のアメリカ。アメリカもだいたい世界第4位になることが多いです。そして5位以降は、5位から10位までは結構入れ替わるのですが、最近の傾向としてはこの中国からドイツまでのどの中かでこう順位が入れ替わっているというのが特徴なのですが、2016年はなんと中国が第5位となっているよと。中国こんなにワイン作ってるのと思われた方いらっしゃると思いますが、最近ワイン生産量も毎年トップ10には入っているよということでチェックしてください。次に世界のワイン消費量ですが、約 2.44 億ヘクトリットルということで、年間の生産量よりやや少なめだよと、少なめだよというのをチェックしてみてください。あとは国別年間ワイン消費量ですね。これは一人当たりではなくて国全体の、ワイン消費量なんですが、1位はアメリカです。世界のワイン消費量の 13% を占めていると。2位がフランスなんですね。アメリカとフランスの人口比率で見てみると、1人当たりに変換するとフランスの方が圧倒的に消費量多いんですが、さすがワイン大国です。フランスで世界のワイン消費量の 11%も占めています。3位がイタリア、4位がドイツ、5位が中国となっています。では次に11ページ、 EU 新ワイン法における品質分類について見ていきましょう。まず皆さん、 EU 新ワイン法って何と思われると思います。まずワイン法というのがどうやって作られるようになったかというお話をしていきたいと思います。第一次世界大戦の後に、1929年からのアメリカから始まる世界大恐慌によって、
偽物ワインというのが多く出回るようになってしまいました。例えばラベルにシャブリと書いてあったら、今だとフランスのブルゴーニュ地方のシャブリ地区でシャルドネ 100% で作られたワインというのが、ラベルから読み取れて、逆に言うと、その品質をクリアしたものしかラベルにシャブリという産地名を書けないという、原産地統制呼称法という法律のもとにラベル表示というのができるようになっています。ただし、その偽物ワインが横行した時というのは、シャルドネから作られたワインに勝手にシャブリって書かれていたり、スパークリングワインに勝手にシャンパーニュと書かれていたり、要は、フランスのワイン産地できちんと作られたものでもないものに対して、まあ、例えばいわゆるニューワールドで作られた同じ品種からのワインだったりとか、赤ワインに対しても、まあ、いろんなフランスのワイン産地が書いてあったりなど、偽物ワインが多く作られてしまったことにより、1935年にフランスは世界に先駆けてワイン法というのを作ります。その時にもちろん自国のワイン、生産者を守るための法律なんですが、決められたものというのが、例えばその産地名を名乗るにはブドウ品種名だったり栽培方法、選定方法、醸造方法など細かい規定をクリアしたものだけが産地名を名乗れるよというルールで原産地呼称制度というのができました。現在では EU においてフランスワイン法をベースとして EU ワイン法というのが出来上がり、さらに2009年からは EU 新ワイン法が発行します。これによってここの表11ページの三角形のピラミッドの表がありますが、ワインを地理的表示付きワインと地理的表示なしワインのまず2つに大別し、その地理的表示付きワインの中で AOP と IGPの2つに分け、地理的表示なしワインの方は、VSIG という略称ですが、この3つに大きく大別できるよというワイン法を作りました。三角形のピラミッドの頂点は地理的表示付きワインの中でも原産地呼称保護ということで AOP アペラシオンドリジーヌプロテジーと書いてあります。アペラシオンというのが名称という意味です、フランス語で。で、ドリジーヌ、オリジンということで原産地ですね。プロテジーが、まあ、プロテクトという意味で保護するという意味で、原産地呼称保護ワインとなっています。2番目の IGP ですね、地理的表示付きワインの中の IGP は地理的表示保護ということで、インディケーション、ジェオグラフィック、プロテジー、そのまま本当に地理的な表示が保護されているよというランクのワイン。最後が地理的表示なしワイン、これ VSIG ですが、これそのまま晩餐、インディケーション、ジェオグラフィックということで地理的表示なしワインというのの略称の VSIG となっています。では EU ワイン法においてラベル表示にどのような記載義務事項があるのかというのを見ていきましょう。ラベル表示には義務記載事項と任意記載事項が規定されているのですが、主な義務記載事項としてはまずは製品のカテゴリーですね。これがワインなのか、例えばフランスの場合だったら VDL という酒精強化ワインなのかとかいう製品のカテゴリーを書かなければいけないと。その次に AOP、IGP のランク、カテゴリーのワインはその表記と名称を書かなければいけない。あと、ここから赤字にしてありますが、アルコール度数が大切です。それとボトルの容量ですね。一般のワインのボトルは 750ml ですが、まあ、例えばマグナムボトルだと 1500ml、
ハーフボトルだと 375ml と必ずボトルの容量を書いていきます。あとは原産地名、さらにワインは作った人よりも最後に瓶詰めした人に責任があるということで、生産者名は任意なんですが、瓶詰め業者名を必ず書かなければいけないよと。それと EU の場合、スパークリングワインの時には残糖量の表示をしなければいけないとなっています。逆に任意のものは何というと、まず収穫年なんですよね。意外と思われるかもしれませんが、収穫年が書いてないワインというのも存在するので、皆さん見てみてください。あと原料のブドウ品種、これも任意です。それとスパークリングワイン以外のワインの場合の残糖量の表示というのは任意です。さらに AOP-IGP の EU のシンボルマークみたいなのは別につけなくてもいいよとなっています。で、地理的表示のないワインというのは、まあこれ11ページの一番下の米印なんですが、もともと旧ワイン法においては収穫年とブドウ品種名というのを表示することができなかったんですが、 EU 新ワイン法では一定の条件の下では表示できるようになったよというのも皆さんチェックしてください。では次に12ページ、EU の栽培地域のゾーン区分について見ていきましょう。これ細かく覚える必要はないんですが、EU においては EU 全体のブドウ栽培地域というのをゾーンに分けて見ていきます。まあ、例えばゾーン A だとドイツ、ゾーン B だとフランスの中でもロワール、アルザス、シャンパーニュなどが入っているよとか、ゾーン C の2ですね、だとフランス南部やイタリア、スペインなんかが入っているよということで、こういうものがあるというのを知っておいてください。ではその次、世界的ワイン産地における主な気候ということで、ワイン産地における主な気候は4つ挙げられます。大陸性気候と海洋性気候、地中海性気候と山地気候、この4つになるのですが、これそれぞれ特徴と主な産地を結びつけられるように皆さんチェックしておいてください。では次に13ページ、ブドウについて見ていきましょう。ワイン用主要ブドウ種ですが、ブドウはブドウ科のブドウ属で、冬季落葉性のつる性植物です。ブドウ属には多くの種が含まれ、原産と考えられる地域により性質が異なります。ここの下に属種と特徴が書いてあるのですが、まずワイン用ブドウとして一番代表的な属種が欧中東系種であるビティス・ビニフェラです。このビティス・ビニフェラはワインを作るブドウという意味で、コーカサス地方が原産とされています。ワイン醸造に適しており、フィロキセラ、後にやるのですが、ブドウネアブラムシというフィロキセラのブドウ病害があるのですが、この耐性をほとんど持たないということで、なかなか繊細な属種なんですが、世界のワイン用ブドウはほぼビニフェラ種に含まれていて、1000種類以上あると言われています。現在栽培されているのは数百種で、実際に使用されているのは約100種程度です。次に北米系種であるビティス・ラブルスカですが、北米大陸が原産で湿った気候に適応しており、大病性も強いというのが特徴です。大半は生食、ジュース用として利用されています。次に東アジア系種であるビティス・アムレンシスですが、東アジアを中心に自生している属種となっています。最後に日本で自生する山ぶどうなどが含まれるビティス・コアニティ
という属種もあります。では次にシノニムという言葉ですが、この言葉は今後よく使っていくので、皆さんに知っておいてもらいたくて、載せております。このシノニムは一般的に同義語や別名を意味しますが、ワインにおいてはブドウ品種の別名を意味しています。例えば、ワインは国によって同じブドウ品種が呼び名が違うよとか、同じブドウ品種で同じ国でも国の中で同じ地方でも村によって呼び名が違うよというようなのをシノニムと言います。例えばシラーはセリーヌとも呼ばれますし、呼び方が統一されていないというのが特徴です。次に、交配品種、交雑品種についてですが、交配品種は同じ種で、交雑品種とは異なる種で2種以上を掛け合わせて作った品種のことを言います。ビティスビニフェラ同士だと交配品種の掛け合わせですね。交配、同じ種の掛け合わせで交配品種。例えばビティスビニフェラとビティスラブルスカを掛け合わせて作った品種は交雑品種という言い方をします。ではその次、13ページの一番下ですが、このブドウの断面図を見てください。果皮の内側ですね、ここは糖度が最も高い部分となっています。次に、種子の間、種と種の間ですが、ここは最も酸が強い部分です。あと種子のことをフランス語でペパンと言います。タンニンを多く含みます。あとプリュイーヌ、漏出ですね、ここは酵母が付着します。あと酵のことをフランス語でペティセル、果皮のことを、ペリキュルとフランス語で言いますが、この果皮には色素成分であるアントシアニン類を多く含んでいます。それと、果肉であるピュルプ、果汁であるジュなんかには、酒石酸、リンゴ酸、クエン酸、ブドウ糖などが含まれています。今いきなりフランス語が出てきたんですが、ワイン用語というのはフランス語が共通用語と使われることが多くありまして、次のページの14ページですが、ブドウの生育サイクルにおいても基本的にはフランス語と日本語を1対1対応で皆さん覚えていってください。これはソムリエ試験に出るというだけでなく、実際に生産者の方と会ってお話したりする時なんかも普通にフランス語が単語として共通用語として使われているよということで、ぜひ知っておいていただきたいです。では14ページの上、ブドウの生育サイクル、北半球について見ていきましょう。まず、だいたい9月から10月にブドウは収穫し、収穫が終わった後のところから生育サイクルを見ていきたいと思います。収穫のことはフランス語でバンダンジュと言います。これが右側の栽培作業の一番下に書いてありますが、その後11月から生育サイクルとしては休眠状態に入ります。その間に栽培作業としては11月から12月に土寄せ、ビュタージュですね。その後剪定もされます。剪定のことはフランス語でタイユと言います。で、3月に入って、樹液の逸出ということで、プルール、だいたい気温が10度ぐらいの時に、こう樹液が出てくるんですが、プルール。4月に入って苞芽、デブールマンですね。あと5月に入って葉っぱが出てきます。転用、フィエゾンです。あとつぼみのことは、ブルジョン・ア・フルールと言います。そして6月に白いお花が咲いていきます。開花、フロレゾンです。そして実を結んでいきます。結実、ヌエゾンですね。その後7月から8月にブドウが色づいていきます。ベレゾンで、
最後、成熟、マチュリテで、フロレゾン、開花から最後バンダンジュ、収穫までが約100日と言われています。あとブドウが色づき始めて成熟するまでに、ベレゾンからマチュリテの間が約40日となっています。では栽培作業、9月から10月と書いていますが、正直地球温暖化の影響などにより最近はフランスでも8月の終わりぐらいから収穫が始まるような年もあります。これはもう本当に毎年生産者の方、ブドウ栽培農家さんの方はもうブドウの出来によって、もういつ収穫しなきゃいけないっていうのを実ってきて、最後成熟の時は毎日毎日チェックして収穫の時期というのを決められるそうなんですが、年々収穫の時期が早くなっているというふうに皆さんよくおっしゃっています。この収穫の仕方ですが、基本的には収穫には手摘みと機械摘みの2つがあります。手摘みの長所ですが、ブドウ自体が傷ついて酸化するのを防止できます。あと、選果が可能です。収穫の際に、悪い粒なんかを除いたりとか、もう房ごと、良くなかったらそれを摘まないというようなことができると。あと機械収穫できないような急斜面など、困難な場所でも摘めるというのが手摘みの長所。逆に手摘みの短所としては、熟練者の手配が困難。収穫私もさせてもらったことあるんですが、非常に難しいです。なかなかきちんとカットしようと思うとすごく時間がかかって、皆さん熟練者なので一緒に収穫をしてて早かったんですが、私一人だけやっぱり遅かったし、非常に難しいなっていうのを感じました。あと、作業時間が長い。確かに一日中朝から晩まで、10日間ぐらいにわたっていろんな場所に移っていきながら、今日はこの畑、明日はあの畑というような感じで収穫していくという作業時間は長いです。それと労働コストが高いと。確かに人が手摘みをするという意味ではコストがかかるよと。これらの手摘みの長所と短所というのも皆さんチェックしておいてください。では次に、ブドウ栽培に関する条件について見ていきましょう。栽培地域はワインベルトと言われるエリアの中に入っているといいと言われています。北緯南緯ともに30度から50度です。ここで皆さん地図帳を見ていきましょう。地図帳のこの4ページ5ページを開いていただきたいのですが、この4ページ5ページのここ北半球と南半球、ワインベルトがあるので、このワインベルトの中にどういう国が入ってるのかなっていうのをぜひ、北緯30度から50度、南緯も30度から50度でチェックしておいてください。では次にテキストに戻りまして、気温について見ていきましょう。平均気温は10度から20度が望ましいです。特にワイン用ブドウはもう少し低くて10度から16度が最適というふうに言われています。必要な条件としては、年間平均が9度以上ないとダメだよと。かつ1年のうちで四季があり、気温のサイクルがあることがブドウ栽培には望ましいです。開花期は15度から25度、成熟期は20度から25度で、特に成熟期は昼夜の寒暖差がある方が望ましいです。なぜかというと、お昼間の暖かい太陽の下でブドウの糖度が上がり、夜の寒さによってブドウの酸度が高くなるということで、糖度と酸度のバランスの取れた、ワインにとって必要な糖度と酸度のバランスの取れたブドウが育つという意味で、寒暖差がある方が望ましいです。では次に日照ですが、生育期間に必要な日照時間としては1000から1500時間です。
植物が光合成をして十分生育するには最低限の日照量と気温が必要となってきます。水分ですが、年間降水量が500から900ミリが望ましいです。生育期前半には十分な降雨が望ましいのですが、ここポイントなんですが、成熟期である初夏から秋までは特に、ベレゾン何でしたっけ、色づきですね。このベレゾン期を過ぎて過度の降雨はブドウに好ましくないです。特に収穫直前に雨が降ると、ブドウが水分を多く含んで水っぽいワインに仕上がると言われています。次に土壌ですが、水はけの良い土壌で痩せた土地、いいですか、痩せたというのがポイントです。痩せた砂利、歴史土壌が好ましいと言われています。肥沃な土壌だとブドウの根っこがこう努力して地下奥深くまで行って栄養分をこう取ろうとしなくなって、地表の方で根っこを下まで生やさなくなるということで、できれば痩せた土地でブドウの根っこがこう地中深くに行ってそこからいろんな養分を取っていくという方が美味しいブドウが育ちます。最後に地勢ですが、南向きの斜面が日照量が確保しやすいという理由で望ましいです。では次に15ページ、ブドウの栽培方法について見ていきましょう。それぞれの土地の自然環境やブドウ品種の性質、歴史的背景、生産するワインのスタイルなどに従い、休眠期に剪定、タイユですね、チョンチョンです、剪定タイユです、をし、ブドウ樹の形を整えていきます。で、剪定によりおよその収穫量も決まるというのが特徴です。で、ブドウ樹の仕立て方はこの下に書いてある図のように、世界で異なっているので、皆さんその特徴を見ていきましょう。まず丸一番の垣根仕立てですが、垣根仕立ての中でもこのように3つにギオサンプル、ギオドゥーブル、コルドンロワイヤというふうに分かれています。針金と柱を用いて、結果を地面と垂直に伸ばす仕立て方で、長小剪定と短小剪定に分けられます。例えばフランスのボルドー地方やブルゴーニュ地方、あとはドイツ、イタリアなどで世界的にワイン用ブドウ樹にですが、特に広く実施されている仕立て方です。次にこの丸2番の棒仕立て、これちょっと見ていただくとハート型になっているのが分かりますか。この棒仕立て、なんとなくハート型なんですが、ドイツのモーゼル地方というのは急斜面のブドウ畑で非常に有名な、地方なんですが、あと急斜面で有名なのはフランスの場合だとローヌ地方ですね。ローヌ地方の北部は、まあ、非常な急斜面のブドウ畑が広がっています。こういうふうに、要は横に動きにくい、その場に立ってブドウが摘めるよというような、急斜面なんかに適する仕立て方が棒仕立てです。あと、丸3番の株仕立てですね。南フランス、スペイン、ポルトガルなど新生が伸びすぎない乾燥地で使われています。では日本はどういう仕立て方かというと、この写真でも分かるように棚仕立てですね。これは日本においては一番多いブドウ樹の仕立て方となりますが、この棚仕立て、どういう気候のところで多く採用されているかというと、日差しが強いところだったり、あと湿度が高いところで多く採用されています。例えば湿度が高くて、ブドウ樹が地面から近いところにあると、湿度が高い分、カビなんかがブドウの周りに付着とかして病害になりやすいです。でも棚仕立てにして風通しを良くしているとカビなんかもこう風で飛んでいってくれたりとかして病気になりにくいというようなことで、棚仕立て日本では多く採用されています。
では次に、ブドウの生理障害、病虫害について見ていきましょう。ここ、一覧表になっていますが、まず、病名ですね、ウドンコ病、フランス語でオイディウムと言います。フィロキセラはブドウネアブラムシのことです。ベト病はミルデュ、ハイロカビ病はプリチュールグリーズ、あとバンプ病、これはライプロットと別名言いますが、これ、病名と症状と対処策というのを皆さん一対一で結びつけられるようにしておいてください。ちなみに一番この15ページの一番下のバンプ病ですが、これは日本におけるブドウ病害では被害が最大のものとなっています。あと、上から3つ、ウドンコ病とフィロキセラとベト病は、ヨーロッパにおいて19世紀後半に非常にヨーロッパ全土に広がった病害で、ブドウ樹が一度全部、ほぼほとんどのブドウ樹がヨーロッパ中でダメになったよという病害の三大病害となっています。では16ページ、残りの病害ですが、あとウイルス病と花部類があるので、ここもチェックしておいてください。次に、ブドウ品種の選抜交雑について見ていきましょう。まず、クロンセレクションと書いてありますが、ブドウは種子ではなく、挿し木で増やすのが一般的です。種子で増やすと、雌しべに他の品種の花粉がつき、性質の異なる苗になる可能性があるですね。これに対して枝はブドウ樹の一部なので、これを挿し木して作った苗は親株と同じ遺伝子を持つこととなります。このような同じ遺伝子を持つ苗のことをクローンと言い、挿し木苗は親株の特徴を安定して発現できます。通常クローンは番号をつけて識別されています。例えばピノノワールではディジョンクローンと呼ばれる一群に含まれる115777などが知られています。それに対してマサルセレクションですが、一つの区画に同じ遺伝子の株のみが植えられていると多様性が失われるよという考え方から、クローンセレクションに対し、自分の畑の中から好ましい株だけをこうピックアップして、それらを残していくという方法がマサルセレクション、集団選抜の意味ですが、そういう方法をマサルセレクションと呼びます。自分の畑の環境下で性質の良い株を選び、複数残す形を取るため、クローンセレクションに比べると遺伝子の多様性が見込めるというのが特徴です。ではその次に、大気用ブドウについてですが、フィロキセラ対策、ブドウネアブラムシでしたね。19世紀のブドウの三大病虫害、ウドンコ病、ベト病、フィロキセラですが、この中でベト病とウドンコ病はカビによる病害のために被害は鎮静化できたんですが、フィロキセラは土の中のブドウ根に対する虫害のために直接フィロキセラの幼虫に薬剤をかけることができず、対処は難航を極めました。そこでフランス政府の対策調査委員会からアメリカに派遣された博士がいるんですが、その博士はモンペリエ大学のジュール・エミール・ブランション博士というおっしゃるんですが、その博士がアメリカ原産のブドウの根に強いフィロキセラ耐性があるということを発見し、これらのブドウを唾液として、その上に欧中東系種であるビティスビニフェラの枝をホギとして接ぎ木した苗を植えることで、フィロキセラの被害が鎮静していきました。現在ヨーロッパの多くのブドウ樹は唾液がアメリカ原産のブドウで、上にビティスビニフェラが接ぎ木してあるというものが多いです。
例えば唾液品種の交雑でいろんなものがあるのですが、まあ、ここはさらっと目を通していただければいいかなと思います。ではここで皆さん、出題例というのが出てきました。これは今第1章でここまでの内容をこういう形でソムリエ試験に出るよという出題例を示しています。実際に読んでお勉強してみて解いて、下に回答の番号が書いてあるので自分の頭に入ったかというのをチェックしていってください。では次に18ページワインの醸造法について見ていきましょう。まずワイン醸造の基礎ということで、亜硫酸について酵母についてとありますが、ここを少し見ていきたいと思います。ワインには酸化を防ぐ目的で亜硫酸が添加されます。まあ、添加されることがありますと言った方がいいですね。酵母についてですが、ブドウの中に含まれる糖分は酵母によりエタノールと二酸化炭素に分解されます。アルコール発酵に用いられる酵母は、これ皆さんチェックしてくださいね、サッカロミセスセレビシエに分類されます。サッカロミセスセレビシエですね、かなり長いですが、これはよく試験にも出てきますし、ぜひ知っておいてください。ブドウは高濃度の糖を含み高い酸度を有するために、ワインの酵母は高い糖濃度と低い pH、水素イオン指数ですね、これに耐性を持つことが必要となります。ワイン醸造では破砕したブドウの果皮に付着している酵母でアルコール発酵を行うことがありますが、こうした酵母の中から優秀な酵母を選抜し、フリーズドライで乾燥状態にした培養酵母が利用できます。次に発酵貯蔵容器についてですが、発酵貯蔵容器にはステンレスタンク、コンクリートタンク、木桶、オーク樽などがあります。まずステンレスタンクの特徴ですが、最近では白ワイン、赤ワインともにステンレスタンクでの醸造が多くなってきています。白には酸素に触れる面積を減らすための縦長の形状をしたタンクが多く用いられますし、赤には花房、これちょっと後ほどやりますが、花房が液に浸かりやすいように寸胴型タンクが適していると言われています。ワインは酸が強いので、酸に強いスペックのステンレスが使われています。金属製のタンクは電熱性が良いので温度管理が容易だということと、殺菌がしやすく衛生管理が容易だということ、あとはワインの酸で腐食しにくいといったメリットがあります。次にコンクリートタンクですが、コンクリートで作られたタンクで木桶と同様保温性がいいよということよりもと、木桶と比べると内部の殺菌や清掃がしやすいということが挙げられます。コンクリートタンクは従来は建物の一部として設置されたりしていましたが、最近では独立型の直方体のタンクや木桶と同じ形状の円錐型、あとは卵型なんかが流行っているんですが、様々な形状があります。次に木桶ですが、赤ワインの発酵の際に木桶を使うことがあります。材質はオーク材が多く保温性に優れており、特に高級な赤ワインの仕込みに用いられています。この次の文章は赤ワインの醸造法のところで一緒に見ていきたいと思います。では次に19ページの一番上、オーク樽ですが、オーク樽は貯蔵容器としてまた輸送容器として発展してきました。樽は中央部が膨らんだ形をしているので、こんな形ですね、これを転がして移動することができますし、またオーク材は輸送に耐える丈夫な木材でもあったので、オーク樽は発達してきたということが言えます。
代表的な樽の種類ですが、バリックとピエスがあります。バリックは225リットルで、ボルドーで使われる樽となっています。ピエスはブルゴーニュで使われる樽で、バリックとピエスの差ですが、バリックがどちらかというと細長、ブルゴーニュのピエスの方が皆さんがよくイメージする樽で、ちょっとお腹がでっぷりとした、どちらかといったら寸胴型で、バリックが225リットル、ピエスが228リットルというサイズになっています。では次に樽育成についてですが、発酵を終えたワインはオーク樽に移し替え、セラーで 1,2 年間育成させることがあります。この育成のことをフランス語でエルバージュと言います。樽の中でワインを育成することにより、樽材からタンニン分が溶出し、ワインの濁り成分が沈殿しやすくなり、木目からの穏やかな酸素の流入によってワインの味わいがまろやかに変わっていきます。ここでポイントなんですが、新樽は古樽よりも酸素を通しやすいです。この間ワインは樽の木材に吸収されたり、木目を通して蒸発するため目減り分の補填を定期的に行います。基本的に樽の中にはワインは満杯に入れて、目減りしていったら常に常に継ぎ足して補填していくよと。この目減り分の補填作業のことをフランス語で、ここに書いてあるようにウィヤージュと言います。樽育成の主な効果についてですが、木目を通しての穏やかな酸素との接触、樽からの成分抽出などいろいろあるので、皆さんチェックしておいてください。次に樽発酵ですね。樽育成ではだけでなく、樽発酵が行われることもあるんですが、樽の中に果汁を入れて発酵させる工程を樽発酵と言います。主に白ワインの醸造で行われることが多いです。発酵が終わった後は折り引きをせず、シュルリーの状態で樽育成されることが多いと書いてありますが、シュルリーというのは後ほど白ワインの醸造法のところでお勉強していきますが、リーというのがフランス語で折り、シュルが何々の上という意味で、折りの上でワインをそのまま寝かせていく、折りとともに寝かせる醸造法の一つです。次にオークの種類について見ていきましょう。樽材としてオーク材がよく用いられ、フランス産、スロベニア産、アメリカ産、ロシア産などがあります。オークには数多くの種があり、いずれもケルカス属に分類されます。ケルカス属のうちワインに用いられる主なものは、セシルオーク、ペドンキュラータオークの2種であります。北アメリカのオークはヨーロッパとは種が違い、アメリカンホワイトオークが自生しています。ヨーロッパのオークの特徴とアメリカンオークの特徴の違いですが、まずヨーロッパのオークの特徴はタンニンが多めで、バニラ香やココナッツ香が控えめ。アメリカのオークの特徴はタンニンが少なめで、バニラ香やココナッツ香が強めとなっています。あと皆さん、この地図ですが、フランスは、樽の産地、樽の産地というかオーク材の産地ですね。オーク材の有名な産地のところには有名な樽屋さんがいっぱいあります。ということで、この産地名と位置を、チェックしておいてください。では次に20ページ、オークの木から樽の側板を製材する方法について見ていきましょう。ヨーロピアンオークとアメリカンオークで、製材の方法が違います。まずヨーロピアンオークですが、マサメ取りです。マサメ取りは、木の中心から放射状、この図のようになってるんですが、放射状に板を切るということで、ホールケーキのカットの仕方みたいな感じですね、イメージ的には。
これはワイン漏れを防ぐための方法なんですが、使えない部分が出るのでコスト的には高くなってしまいます。次にアメリカンオークは炒め取り、まあ、もうこういうふうに横に普通にスライスしてカットしていく感じですね。寝かせた丸太から水平に板を取る取り方です。このアメリカンオークはゴム状の化合物が多く含まれ、液体が漏れにくいということが言えるので、無駄なくカットできるのでコストは安く済むという利点があります。では次に樽のトーストにより抽出される主な香りについて見ていきましょう。樽のトーストの熱により樽に含まれるリグニンが分解され、バニラ香を持つバニリンなどが生じます。樽の内側のトーストの程度によって、ライトトースト、ミディアムトースト、ヘビートーストなどのように呼ばれますが、トーストの度合いが軽いとワインは樽材に染み込みやすく、樽材からのタンニンの抽出が多くなります。またトーストの度合いが強いと樽の内面が焦げることでワインが染み込みにくくなり、樽からのタンニン抽出というのは少なくなるんですが、逆に焦がしたことによって煙やコーヒー、カラメルなどのロースト香が強くなるという特徴が挙げられます。では次にクロージャーについて見ていきましょう。ワインの瓶詰めには様々な線が用いられますが、この線を総称してクロージャーと言います。コルク型と金属製のスクリューキャップ型に分けられます。コルク線のことはフランス語でブションと言います。天然コルクは、天然のコルクというのがコルク菓子から取られるんですが、主要産地はポルトガル、スペインなどで、ポルトガルは世界のコルクの 50% の生産を占めています。上質なコルクを取るためには10年以上かけてコルク層が成長するのを待つ必要があるんですね。コルクに含まれる TCA という化学成分、化学物質なんですが、 TCA トリクロロアニソールによってワインの劣化を引き起こすこともあります。この物質があると味覚が麻痺するため、ワインの果実味を感じにくくなり、フランスでは、ブショネ、コルク州の意味ですがブショネと呼ばれます。その他圧搾コルクや合成コルクなどが使われています。では21ページの上、コルク栓ともう一つクロージャーはスクリューキャップでしたが、スクリューキャップについて見ていきましょう。スクリューキャップはアルミ合金で作られた外側のキャップと内側の瓶口部分を覆うライナー、リレールとも言いますが、ライナーと呼ばれる部分で作られています。現在のスクリューキャップはライナーが多重構造になっていて、瓶口の側面までシールできるようになり、気密性が高くなりました。このために高級ワインにも使用され始めています。スクリューキャップの利点ですが、開けやすく再栓が容易、コルクに由来する異臭が生じない、コルクくずが瓶内に混入しない、コルクの品質のばらつきによる散発的な漏れや酸化の恐れがないなどが挙げられます。皆さん、ここに発酵貯蔵クロージャーのポイントとありますので、このポイントも赤字のシートでこうやって押さえながらチェックしていってください。あとたまにコーヒーブレイク的な感じでコラムを載せています。まずこのコラム1はブドウの家族というテーマなんですが、ブドウも今は DNA 鑑定の時代だよということで、この品種とこの品種が兄弟だったのみたいなのが載っているので、ぜひ読んでください。では次に22ページ、赤ワインの醸造法について見ていきましょう。赤ワインは黒ブドウから作られます。赤ワインの作り方の特徴として、果皮種子を
木桶やタンクの中で一緒に発酵させた後、液体、まあ、赤ワインですが、それと果皮、種子を分離するのが特徴です。ざっくり言うと、赤ワインと白ワインの作り方の差というのは、皮と種を一緒に漬け込むか、もしくは漬け込まないかという差が出てきます。今から具体的に、醸造法を見ていきながらお勉強していきましょう。ではまず最初にバンダンジュ収穫からスタートです。ここ皆さん一個一個フランス語が全部書いてあるんですが、醸造用語のフランス語ですが、これはフランス語と日本語一対一で結びつけられるように覚えてください。では収穫の後、その後はトリアージュでレザン選果ですね。収穫したブドウをワイナリーに搬入した後、破砕の前に選果をすることが多くなっています。選果とは、イメージ的にはベルトコンベアみたいな機械があるんですが、それが選果台と言います。その上をブドウが移動する間に望ましくないブドウを取り除くことと書いてあります。要はベルトコンベアの上にこうブドウが乗ってきて、悪い粒を取り除きながらいい粒だけを選んでいくと、これが選果です。その後、エグラパージュ、フーラージュと書いてありますが、除光ですね。それと破砕を行っていきます。果肉を取り除く作業のことを除光と言います。そして、ブドウの実を潰す、破砕する工程のことです。もちろん、今、除光をしないという作り方もありますが、そういう場合は房ごと圧搾する全房圧搾というスタイルもあります。その次、除光破砕を終えたものブドウはフェルマンタションアルコリック主発酵に移っていきます。ブドウの果汁、果皮、果肉、種子、場合によっては除光をしてないので加工も入っていますが、その混合物のことをカモロミと言いますが、カモロミを木桶やタンクに入れて培養酵母を加えてアルコール発酵させていきます。主発酵が始まるとカモロミ中の糖分は酵母によって代謝され、アルコールと二酸化炭素に分解されます。赤ワインのこの時の発酵温度はだいたい30度前後となっています。ここもチェックしてください。またワインのアルコール分を高めるため、年により補糖されることがあります。この補糖のことをフランス語でシャプタリザシオンと言います。これもチェックしましょう。どうして補糖するかというと、例えばブドウがあまり、冷涼な年なんかはあまり実らずに糖度が低かったら、アルコール発酵をするための必要な糖分が足りなくなります。その場合に補糖をしてアルコール発酵をさせると、そういう意味での補糖ですね。ワインに甘さを加えるための補糖ではなく、あくまでもアルコール発酵を手助けするための補糖だよということも合わせてチェックしましょう。ではその次、マセラシオン、カモシのことです。アルコール発酵中およびその前後期間に果皮から赤い色素アントシアニンですね、これチェックしましょう。また種子から渋みの成分タンニンを抽出する工程のことをマセラシオンカモシと言います。発酵で生じた二酸化炭素の力によって果皮、果肉、種子がカモロミ上部に浮上し果房を形成していきます。要は、こう例えばタンクの場合、こういうタンクの中でアルコール発酵させていくと、基本的に、カモロミというのが、果皮、種子、いろいろ入っていますが、アルコール発酵で二酸化炭素が出ることによって全部上に上がってきちゃうんですね。上に上がってきて、そうするその上がってきたもの全体のことを果房というのですが、これが上に上がってると、果皮からのアントシアニンとか種からのタンニンが赤ワインの液体の中に溶け込まないということで、この果房を下にもう一度沈めて下ろしていきたいと、
この時にする作業のことを、どうするかというと、まず下房部分の温度調整、成分抽出などを目的として、タンクの下からですね、発酵中のカモロメ液を抜いて上から振りかけるという作業をするんですね。下から抜いて上から振りかけると、この下房が下に落ちてきて、また液体の中で、赤ワインの中で溶け込んでいくということができるので、この下から抜いて上から振りかける作業のことをルモンタージュと言います。これ皆さんチェックしてください。そしてルモンタージュの効果が、カモロミ液への酸素供給や糖分、酵母、温度を平均化すること、またこの最後チェックしてください、可否、種子からフェノール類、その他の成分の抽出を目的として行われています。発酵タンクの容量が小さい場合はルモンタージュを行わずに、人力による貝付き、これをピジャージュと言います。まあ、いわゆる貝で、写真とかで見た記憶ある方いらっしゃるかもしれませんが、例えば大きい発酵桶とかだったりしたら、桶の中に人が入って、昔の作り方ですが、こう足で、伝統的製法ですね、足でブドウを潰していって、アルコール発酵させていって、また中に入って貝入れをやっていくと、この作業のことをピジャージュと言います。ブルゴーニュなどが代表的ですが、いまだにこの伝統的製法ピジャージュで、作られている生産者の方も多くいらっしゃいます。最後に、長期熟成タイプの赤ワインを作るときは、醸しの期間を長くしていきます。では次のページ23ページ、その後プレシュラージュ、圧搾ですね。アルコール発酵および醸しの期間が終わったら、タンクの下からワインを抜き取り、液体と固体を分離していきます。固体部分を圧搾機にかけ、さらに、まあ、固体部分にもかなり、ワインの液体が含まれているので、さらに液体を絞るという、2段階におけるやり方を、基本的に行っていきます。最初の、ワイン自身の重さと下房の重みにより引き抜かれるワインのことをフリーランワイン、その後圧搾したワインのことをプレスワインというふうに言います。その次 MLF、 マロラクティックフェルマンタシオン、フェルマンタシオンのことが、発酵という意味ですね。先ほどは、フェルマンタシオン、アルコリック、主発酵のところで出てきましたが、こちらの場合だとマロラクティックフェルマンタシオン、これは、皆さんに9ページで、リンゴ酸から乳酸に線を引っ張ってくださいと、まあ、ここをチェックしといてくださいというお話をしましたが、ちょうどこの部分です。主発酵中や後に果汁やワインに含まれるリンゴ酸ですね、もともとブドウが持っている酸がリンゴ酸、これをマリクアシッドと言います。リンゴ酸が乳酸菌の働きによって、乳酸、ラクティックアシッドですね、乳酸と炭酸ガスに分解される発酵のことをマロラクティックフェルマンタシオンと言います。複製生物としてヨーグルトなどの乳製品の香りを持つダイアセチルを生じます。この MLF の効果としては、ワインの酸味が和らげられまろやかになると。なぜかというと、リンゴ酸は酸が強い、乳酸は酸が柔らかい、どちらかというとそういう酸になっているので、ワイン全体の酸味が和らげられます。またダイアセチルなどの香りにより複雑性が増し、芳醇な香味を形成します。さらにリンゴ酸がなくなることで、瓶詰め後のワインの微生物学的安定性が向上します。アルコール発酵が終わった赤ワインは基本的に MLF を行います。どういうことかというと、一般的に赤ワインは白ワインに比べて pH が高いので、乳酸菌が増殖しやすいんですね。乳酸菌が増殖しやすいので、自然と、まあ、自動的にというか自然とナチュラルに MLF が起きやすい環境にあります。また白ワインの場合は
フレッシュな酸味が特徴のソービニオンブランやリースリングでは MLF をあえて行わないように生産者の方は意識しています。逆にシャルドネでは行うことも多いというのが特徴です。 MLF はタンクで行う場合と樽で行う場合があります。では次にエルバージュ熟成ですね。発酵を終えた赤ワインを樽またはタンクに移し替えて 1,2 年育成していきます。これは19ページ参照と書いてありますが、先ほど見た19ページのところ、この樽育成エルバージュアントノのところを皆さんもう一度、特に樽育成の主な効果も含めて見ておいてください。ではそのエルバージュのところで、樽で育成する場合、基本樽でいくにワインを詰める時というのは満杯に詰めるんですが、樽の場合ワインが一定量を蒸発していきます。そうすると減った分をまた満杯にするために目減り分の補填をするんですが、その補填のことをフランス語でウィアージュと言います。ここもチェックしておきましょう。ではその次、スーティラージュ折り引きですね。折りのことをフランス語でリーと言いますが、この折り自体はブドウ由来のポリフェロール、酒石などの混合物です。この折りが沈殿するので上澄みを別の容器へ移し替えるという作業をタンクや樽の中で貯蔵育成中に数回行っていきます。その次、コラージュ成長です。ワインの透明度をさらに上げるために必要に応じて成長剤を使用する。代表的に使われる成長剤としては卵の白身、例えばこれコンソメ、フレンチでコンソメを作る場合とかにも使われますが、赤ワインの場合も同じです。卵の白身やタンニン酸、またゼラチンやベントナイトなどがあり、2つ以上を組み合わせて使うこともあります。ボルドーのところでもコラムに書いていますが、例えばこのコラージュ成長に卵の白身を使った場合、大量に黄身が余りますよね。その黄身を用いて作った伝統菓子がボルドー地方の場合はカヌレというこういうちっちゃい外側がパリッとして中側がもちっとしたお菓子ですが、カヌレという伝統菓子がボルドーで生まれた背景には卵の白身でいっぱい成長したということが言えます。ではその次、フィルトラージュろ過ですね。瓶詰めに先立ちシートろ過器などを用いてワインをろ過していきます。もちろんろ過せず瓶詰めする生産者の方もいらっしゃいます。最後がアンブテイヤージュ瓶詰めです。早飲みタイプのワインは瓶詰め後すぐに出荷しますが、長期熟成の、ワイン、長期間の熟成をする場合は瓶詰め後ラベルを貼らない状態でカーブなどで熟成させることが多いです。次に24ページ白ワインの醸造法を見ていきましょう。白ワインは基本的に白ブドウから作られます。先ほど赤ワインの醸造法のところで赤ワインは黒ブドウから作られますと書いたのに対し、白ワインの場合だと基本的にという言葉がついています。なぜなら白ワインは黒ブドウからも作ることができるからです。果皮、種子を分離し果汁のみを発酵させるというのが白ワインの醸造法の中の最大の特徴で、赤ワインが果皮と種子、皮と種を一緒に漬け込むのに対し、白ワインは先に取り除いて液体部分だけをアルコール発酵させていくという作り方です。色素を含んだ果皮や渋みの元となる種子を必要としないので、基本的には赤ワインのような醸しは行いません。では作り方を見ていきましょう。まず最初バンダンジュ収穫ですね。その次トリアージュでレザン選果していきます。でその後すぐに
エグラパージュ、フーラージュ、徐行破砕です。先ほど赤ワインと同じように徐行をせずに房ごと圧搾する全房圧搾をする場合もあります。その後先にプレシュラージュ圧搾をしていきます。圧搾はできるだけ速やかに行い、果汁だけを抽出します。果汁を低温で数時間ほど置いて不純物を沈殿させる。もちろん絞っただけだと不純物がまだ混ざっているので、しばらく果汁を低温で数時間置いて下にこう沈殿物が不純物が沈殿するのを、こう待つんですね。その作業のことをデブルバージュと言います。沈殿させた後に上澄み部分の果汁を別のタンクに移してアルコール発酵をさせていきます。主発酵フェルマンタシオンアルコリックですね。デブルバージュを行ったブドウの果汁を木桶またはタンクに入れ酵母を加えていきます。主発酵が始まると果汁中の糖分は酵母によって代謝され、アルコールと二酸化炭素に分解されます。白ワインの発酵温度は20度前後と赤ワインよりも低いです。赤ワインの発酵温度が30度前後でした。10度ぐらい低いよというのを皆さんチェックしてください。なぜならばブドウが持つアロマ成分、アロマのことは香りとのことですが、アロマ成分が揮発して減少をするのを防ぐため、赤ワインより低めにアルコール発酵させるというのが特徴です。また赤ワイン同様に年により補糖されます。その後 MLF ですね、まろやかな風味を得るために品種や銘柄によっては MLF を行います。そしてエルバージュ熟成ですが、樽育成中にタンクや樽の底にたまったオリを棒で攪拌する作業、このことをバトナージュと言いますが、オリを棒で白ワインの中で攪拌させることによって酵母との接触を増やし、酵母に含まれるアミノ酸などの旨味成分をワインに移行される作業を行うことがあります。このバトナージュという言葉、これは白ワインの醸造法の特徴でもあるので皆さんチェックしておきましょう。オリにはアミノ酸などの旨味成分がたまっているので、特に白ワインの場合はタンニンからの渋みなどもないので、逆にその旨味を乗せていくという意味で、こう樽の中でこう棒で攪拌してオリを回していってバトナージュさせて、それで旨味をつけていくと。その後スーティラージュオリ引き、そしてコラージュ成長ですね。成長剤は主にベントナイトなどが使われています。そしてフィルトラージュろ過、アンブテイヤージュ瓶詰めという流れです。では25ページいろいろな醸造法について見ていきましょう。今赤ワインと白ワインの醸造法をやりましたが、じゃあロゼワインはと、基本的にヨーロッパで、ロゼ色ってことで、例えばロゼってよくされる質問なんですが、白ワインと赤ワインを混ぜてあるんですかっていう質問があります。で、基本的にはヨーロッパでは、白ワインに赤ワインを加えてロゼワインを作るというのは、禁止されています。じゃあどうやって作っているのというと、一番代表的な作り方としては、まずここに書いてあるセニエですね、セニエ法と言われる方法があります。これはフランス語なんですが、このセニエとは、遮血、血抜きという意味です。では見ていきましょう。赤ワインと同じく黒ブドウを原料として徐行破砕してカモロミをタンクに入れます。そして皮と種を一緒に漬け込んで、アルコール発酵、カモシを同時に行っていって、程よくロゼ色になったところで皮と種を取り除いてロゼブドウジュース、少しアルコールが発酵が進んでいるのでアルコール分もありますが、
まあ、ロゼブドウジュースを白ワインのように低温発酵させていってロゼワインに仕上げるというのがセニエ法です。次に直接圧搾法、これもセニエと同じように黒ブドウを原料とするのですが、カモシを一切行わずに白ワインと同様にブドウを圧搾してから果汁を発酵させてロゼワインを作っていきます。なので、圧搾するときについた皮の色だけからだけのロゼ色となるので、どちらかといったら淡い色合いのロゼワインに仕上がっていきます。もう一つ最後が根性法と言われる方法です。これは黒白ブドウを根性混ぜて発酵させるという意味ですが、根性させるロゼワインの作り方でドイツのロートリングというロゼワインが有名です。またロゼワインのスタイルとしては、どちらかというと醸造法よりも収穫のタイミングで決まるということが言われています。セニエでは赤ワインを作る際の副産物としてのロゼができる場合は、収穫は赤ワインに適したタイミングで行うので、やや酸が弱めで果実感のある濃厚な味わいとなっています。逆に直接圧搾法では、ロゼワインのためのタイミングでの黒ブドウの収穫となるので、セニエよりも少し収穫が早いというのも言えるので、酸がしっかりと残っています。先ほどお話したように、一般的にスパークリングワイン以外は赤ワインと白ワインを混ぜてロゼワインを作ることを禁じている国が多いです。次に様々なワインの醸造法について見ていきましょう。まずはマセラシオンカルボニック、これ皆さん絶対知っておいてください。縦型の大きな密閉のステンレスタンクに未破砕の黒ブドウを房ごと詰めて、二酸化炭素を充満させた状態で数日置く方法、これは、ボジョレ・ヌーボに代表されるような、ボジョレというのがフランスのブルゴーニュ地方のボジョレ地区、ヌーボというのがフランス語で新酒という意味ですが、新酒を作る時の代表的な作り方です。で、ステンレスタンクにこう房ごともボン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 詰めていくの で密閉します。そうすると下の方のブドウはこう潰れていってますよね。ギュッと押されてで潰れていっているので、自然と、まあ、アルコール発酵が行われていきます。でアルコール発酵が進んでいくと、二酸化炭素がブドウの持っている糖分が二酸化炭素とアルコールに分解されるので、その二酸化炭素がステンレスタンクの中で充満していくんですね。もちろん二酸化炭素、炭酸ガスを充満あえても最初からさせる作り方もあるんですが、もともと伝統的には詰め込んだ後に下の方から潰れていって自然にアルコール発酵が起こっていって、その密閉タンクの中で二酸化炭素が充満していったよと。そうすると上の方の潰れてないブドウ自体は二酸化炭素の充満した中にいるので、ブドウが細胞内発酵を起こしていくと。それによって短期間でこう黒ブドウの色がこうバッとつくようになるんですね。でアントシアニン色素が抽出されやすい状態となっています。でこの醸造法の特徴であるバナナの香りを思わせるエステルがまたこの発酵の時に生まれていきます。でその後ブドウを圧搾し、ブドウ果汁だけをアルコール発酵させていくと、ボージョレ・ヌーボーのようにフルーティーな香りで、色の濃さの割に渋みの少ないフレッシュな赤ワインが得られます。で先ほどお話したように蒸気のように炭酸ガスを外から注入するという方法と、まあ、伝統的にもともと自然に、下から潰れていって発生した炭酸ガスを充満させる方法とがあります。基本的にはボジョレ・ヌーボは自然に炭酸ガスが発生していくという後者の作り方となっています。次にシュルリー、檻の上という意味ですが、リーがフランス語で、
折り、シュルが何々の上という意味ですが、アルコール発酵後折り引きを行わずに折りとワインを長時間、まあ半年程度ですが接触させておく方法です。折り由来の風味をワインに取り込むことが目的で、このシュルリー製法の代表的なものにロワール地方のミュスカデが挙げられます。まあ、ミュスカデはブドウ品種の特徴としてはどちらかというとブドウそのものが持っている品種特性高がそんなに強くない品種で、日本の甲州とよく比較されるんですが、柔らかい優しい品種です。なので折りからアミノ酸などの旨味成分が抽出されて味わいのあるワインに仕上がっていきます。あと皆さん26ページはいろいろなワインの醸造法を載せておりますので、ここはお時間のある時にあこういう作り方なんだということで、ぜひ読んでおいてください。あと26ページの下は赤白ワインの醸造法のポイント、27ページは出題例をまとめていますので、これも合わせて復習しながらチェックしてください。それでは皆さん、この章はこれで終わりです。ごきげんよう。